ICIEC スポーツ靴工場長中正人です。今日はこのスキーブーツのふくらはぎ部分の低くするカットする加工について、ご説明したいと思います。このスキーブーツの場合、ふくらはぎの部分の圧迫が強いということで、この高さを少し落として、圧迫をなくす加工を したいと思います。まずインナーを、バラしていきます。今回の場合はなるだけ低くしてほしいということで、だからシェルよりも少し上ぐらいにしたいんです。今度はこのプラとブルーを外してプラのカットをします。切っていきます。これ縫うときにずれないように一度ホチキスで留めます。これぐらい落としてます。この靴の場合ですと、13ミリ落ちました。スポンジにミシンが入っても大丈夫は大丈夫なんですが、そこが硬くなるんですね。そのために除去しちゃいます。はい、これで完成です。スキーブーツでお困りの方は最寄りの石井スポーツの店舗にご相談ください。